はい今回は岸田の炎上発言について考えていきます岸田がですね最低賃金を50円引き上げといったことが大炎上しているんですが この内容ですね、そもそも中小企業は50円、えーまあ、あの最低賃金を上げられないと思うんですよ、でまあ、もし上げられたにしても、ね、生活は苦しいだけじゃないかと、まあ、そういった、まあ、国民の本音ですね、まあ、そのことがですね、大きく取り上げられており、まあ、ニュースにもなっておりますので、リスナー様もですね、こちらの内容を見られた方、多くいらっしゃると思うんで、まあ、おかしいとしか思えないんですけどね、まあ、消費税を廃止すれば、国民生活は良くなるんですが、それは絶対にやらないんですね。 でえーまあ、そういったことがおそらく多くの国民に分かっているんで、まあ、炎上していると、まあ、その内容を考えていきます。今回もよろしくお願い,いたしま,すまずですね、まあ、どういうことが言われているのかっていうと、50円、まあ、賃上げしたところで、えー、経済の好循環になるはずがない、さらに岸田のこの発言がですね、恩期せがましいわけですよ。で、えーこ、国民に対して50円、しかも岸田が別に上げるわけじゃないですからね。 えーまあ、50円賃上げして、それでまあ感謝しろとね、えー、おかしいとしか思えないってことですね。で、まあ、あ僕はこの次に言う方の考えと同じで、うん、あの思うんですが、時給が50円上がったとしても、8時間で400円じゃないですか、400円だったらね、ご飯も食べれないし、400円だったらかき氷も買えないってね、えー、岸田は所得倍増とかって言いましたが、全くのデタラメですからね。 うん、あのでその、なんていうんでしょう、そういうおかしいことを言ってるんで、こういったところに突っつかれるわけですよ。だから、あの別にその賃上げっていうのはね、その中小企業の厳しさとかっていうのもあるんで、あとでお話しますし、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、消費税廃止っていうのはできるんですよ、できない理由がないんですね、ただしないんですよ、する気がないっていうだけ。 でこの日本は G7 の中において、ねえー、経済発展してないわけですよ、数十年ね。うん、先進国でも何でもない、貧困国です。50円上がる、うん、わけわからないですよね。しかも上がってないからね。っていうのが国民の本音。だ生活がよくならないんですよ。そういったことを多くの人が思ってるんですね。で、たさっきのね、えーまあ、50円で8時間働いて400円っていうのもそうですし。 あの例えばそういった感じ、少し上がって、えー、いくぶんくなるかと思いきや、ですね、それに対しての税金も上がるんで、えー、実際のところ、そんなに、ね、恩恵を受けてない、というか、まあ、ほとんど受けられないでしょうね、ということを多くの国民が思ってるんですよ。 で岸田をドヤ顔でですね最低賃金を50円上げたとかって言ってるんですが50円上げたところでね先ほどの話じゃないですけど増税プラス保険料のアップでそのさらに生活必需品がどん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 ん上がってるんで国民生活何も良くなってないんですよそれが問題なんですよ。 で日本っていうのはあ他の国ですよね例えば韓国より時給が1160円安いっていうことも言われていてもともと低いんだから50円上がったところで、えー、よくならないじゃないかってだからあの その趣旨ですよね国民の生活を良くする経済の好循環を、えー、あの狙うっていうことじゃないんですよ。全然、ね、そんなことをしてないわけです。それをするんだったら消費税を廃止するっていうもうそれでね、えーあのー、まあ何て言うのかな、まあ、一つ解決するわけですよ。しないわけじゃないですか。でしかも岸田がするわけではなく企業にあの50円賃上げするように働きかけるわけでしょ。しかもねそれをするのってのは大企業だけですからにもかかわらず岸田。 力強い引き上げ、歓迎したい、言ってる意味がわからない、うん、言ってる意味がわからないと思った人が多くいるんで、この件が炎上しているということで、えー、僕もそう思いますし、多分リスナー様もそう思う方が多いと思います。あの正直ね、えー、実際この意見があるんですけど、生活必需品の値段がどん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 上がる、ねえー、給料がどん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 26ヶ月手取りが下がる、スタグフレーションで、50円の賃上げをしたところで、焼け石に水なんですよ。 どうにも国民生活なならないんですよ、うん。だから本当にねまあ岸田ってのはそういうことを全くやる気がないし、えー、まあやらないしまあやれないしまあやらないんですけど本当にやるんだったら本気でね、うん、最低賃金はまあ最低でも500円以上アップする全国一律ね、えー、例えばどこが上げるどこが上げないっていうと問題になるんで。 全国一律最低賃金500円アップ、プラス消費税廃止、そして経済の好循環を狙う、で、えー、経済の好循環が1年、2年する様子を見ないといけないんですよ。どちらもやらないじゃないですか、50円上げたところで何も変わらないし、そもそもこの消費税ですよね、消費税を廃止しない時点で話にならないわけですよ。で 日本っていうのはあの、令和の山本太郎さんがよく街頭演説であのおっしゃってて、僕見てですね、あそうなんだっていつも思うことがあるんですが、1997年からですね、日本っていうのは賃金が下がってるんですよ。他の外国っていうのは賃金が上がってるんですね。賃金右肩上がりですよ、ほの外国。ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカっていうのは賃金が上がってるんですよ。日本は賃金が下がってるんですよね。うん。先進国の中で賃金が下がってるのは日本だけなんですよ。 つまり全く経済成長してないのがこの日本の30年です。それはなんでかというと自民党の政策が悪いから、それに他なりません。だって他の国は上がってるわけだから。じゃあ僕もリスナー様もそうですが、日本国民え頑張って仕事してるじゃないですか。なんで暮らしは良くならないんですか政策が悪いからでしょそれとしか思えないわけですよ。自民党の、要するにその消費税とかね、あるいはその雇用を非正規化したりとか、そういった問題によって、日本というのは全然経済が衰退してるわけですよ。 で今回、これ、普通に突っ込んでる人がいて、その突っ込みがですね、えー、まあ、まあ、なんていうのかな、あその的へてるなと思うんですが、岸田あ、50円の賃上げだっていうんですが、できません、中小企業は多分賃上げはできません、あの中小企業って今、倒産がね、ものすごく増えてるってうのもありますし、あの会社を維持継続することも厳しいんですよ、今、中小企業って。 でおそらく50円上がるというのは、一部の大企業、まさに経団連とか、そういったところがまあ少し上がるかもしれない。同時にですね、大企業、経団連というのは、消費税の件で儲けるじゃないですか、ね、法人税の穴埋めに消費税を当てたりとか、輸出還付金で消費税でね、も、まあ、儲ける。だから大企業にはね、優遇政策ですよね、中小企業にはなんのメリットもないよ。 でそのね、日本っていうのは9割の中小企業を支えてますから多くの人っては中小企業に勤務されてるわけじゃないですか。9割の日本国民に恩恵がないってことですで岸田は50円の賃上げをするって言うだけで岸田がするわけじゃないんですよ。それを言うだけでしょ。うん、で中小企業はその例えば、ね、働いてる人の社員とか、まあ、パートとかアルバイトの人の給料を上げたいと思ったってもう経営が厳しくてできないんですよ。 そこでそんなことを言われたらどうなるんですかって中小企業はさらにね経営状況が苦しくなるわけじゃないですか会社を維持継続することすらももう厳しい今のこの状況下によって言ってることの意味がわからないでもう一つは考えられることがあって岸田に対して批判のね考えが向くっていうのはこれなんですよ岸田っていうのは海え多額の金を渡してるわけですね過去2年で1兆7000億かなんか渡したり で最近もですね,、えー、ね、いつだったか、今月かな、今月に入って、ニに、えー、確か33億ドル、5200億円、えー、出すっていうことでしょ、わけわかんないじゃないですか、日本国民がね、生活にすごく困ってるにもかかわらず、国民生活、えー、国内の経済は全く見もしない、ね、救う気もないで、外国には率先して金を出す、本当にあの多くの人が思ってる、岸田ってどこの国の内閣総理大臣なのかっていう話なわけですよ。 そういったことからこの話っていうのはものすごく炎上していると思います。僕ももうあの、ね、ニュース見ましたけど、話にならないと思います。で、岸田はですね、まあ、ニュースでこのようになってるんですが、全国平均で過去最大の50円引き上げを目安として、ね、えー、な,なんか言って言ってるんですが、話になりませんね。うん。過去最大の上げ幅となったあ最低賃金の力,力強い引き上げ、歓迎したいと思います。うん、う別にに勝手に言ってろっててろ上がららないんだから 中小企業のあの給料っての上がらないんで,すよで、えー、なんかね、えー、なんかもっともらしいそれっぽいようなこと言ってますが全国平均で時給1,050円を目指しパートの労働者がどうのこうのとかって、えー、言ったりとかね中小零細が最大の鍵を握ってるって言うんですけど中小零細はあ賃上げできません中小零細は今経営が厳しいから厳しいところがほとんどあの多いからそんなことはできないんですよ。 言ってることのういうことを言って、またさらに中小企業が倒産するんじゃないかと、そういったことも、まあ、懸念というか、心配の、ね、話だったりもするんですが、でまあ多分というか、分かっててやってるんだと思いますけど、岸田っていうのは、うん、こんなことをしてもダメなんですよ、分かっていてとぼけてるんだと思いますけど、岸田のやってることっていうのは、全く日本経済、日本国民のためにならないんですよ。 あるいはもし本当に分からずにやってるんだったら全くの無能でしかないと思いますけどで今回のこの50円上げるとかどうのこうのっていうじゃないですか一大企業のほんの一部でしょそれができるかもしれないけど中小企業っていうのは賃上げができないんですよじゃあ例えばねあの皆さんも思ってらっしゃると思いますが日本経済っていうのは打つ手がないのか対策はないのかあるんですよこれをしたらもう日本の経済僕たち日本国民の暮らしが良くなるっていうことは分かってるんですよ消費税を廃止して 同時にイインボイス制度も廃止する。で中小企業は今あすごく困ってますから中小企業にお金を、ね、投じるわけです積極財政っていってで日本国民全員に給付金を配って経済の好循環です。まず1巡目経済の好循環をしてそうなってくればガラッと話が変わりますからで2巡目3巡目となったらもう日本の経済は息を吹き返すことが分かってるんですよ。 ででやらないんですよねで例えばその消費税の話になると、令和の山本太郎さんも前おっしゃってましたけど、消費税廃止なんてできるわけじゃない、できるわけないじゃないかってできますよ。消費税を廃止するのに1年間にかかる費用って30兆円なんですよ。分かってるんですよね。日本の税収ってえ過去最高で71兆円じゃないですか。余裕じゃないですか。71兆円の税収があって、なんで30兆円の消費税廃止ができないんですかこの消費税を廃止することによって、日本国民の個人消費、 あるいはですね、インボイス制度による、えー、個人フリーランスの方の廃業を止めること、中小企業の倒産を止めることができるんで、国民の90%以上に恩恵なんですよ、ただし残りの人間がですね、恩恵を受けられないんですよ、消費税を廃止すると、大企業ね。 経団連が法人税の穴あめに、えーね、消費税を使ってるんで、自分たちが困るから、ね、じ自民党とあの経団連って、そういったことのために政治をしてるんで、だから国民生活が良くならないんですよ。だから自民党なんかじゃ話にならないんですよあの。1年間ね、消費税を廃止したら、おそらくあのガラッと変わりますよ。別にむ無理でもないんですよ。レオの山本太郎さんがいつも真剣におっしゃってますけど、1年間もし消費税を廃止したら、日本国民の生活が良くなる。 ね、中小企業の倒産を阻止できる、うんで、おそらく日本の経済が息を吹き返します、でえー、その一巡、二巡とすることによって、えー、日本というのは再び、えー、またですね、えー、世界の中で経済対抗になっていくことが可能なんですよ、ただしもう、この状態が続くとタイムリミットが近いと思いますが、どっかのタイミングでその消費税を廃止、1年でもすればね、それで立ち直るんですよ、しかしそれをやらないんですよね、自民党と経団連はそれをやらないんですよ。 自民党と経団連のデタラメは何かというと、消費税を社会保障の、ねえー、に使っているとか、そのデタラメを言い続け、うん、あの消費税を大企業の法人税の穴埋めにしているから、それをし続けている限り、日本が良くなることはない。自民党、経団連、財務省、こういったものがです、ね、日本で幅を利かせている限り、日本国民の生活が良くなることはない。い明らかです。では、逆に手はないのか、手はあります。もう自民党、経団連、財務省が変わればいいんですよ。とにかくまず政権交代。 そしてその経団連と癒着している自民党自公ではないところがね野党が政権に入ることでガラッと変わりますだからこの政権交代が本当に必要なんですよ別に諦めることではないんですよね手はないことはないんですよ手はあるんですよただしそれをそのね手なり策を打たなければどん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 このまま行ったらああね日本にそれこそね暗い未来しか訪れないそう思いますので岸田の退陣自民党の政権交代が必要だと思います だから、この完全にまたポーズをしたんですよね、えー、最低賃金を50円引き上げるんだっていうポーズをして、国民のために何にもなってないんでね、うんまあ、岸田は分かって、えー、やってると思いますから、本当に訳分かんないやつだと思いますし、あの国民がそう思ってる以上ね、えーまあ、そう思ってる国民が多い以上、岸田の退陣、自民党の政権交代が本当に必要であると、まあ、そう思いましたということで、えー、ちょっとこちらのニュースもです、ね、注目されている内容でしたので、えー、僕に思ったことをお話しいたしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。